中年オタッキーです。ここのとこね、カメラをどん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 増やして、まあいつものことですけどね。で、前回の動画でね、紹介しましたこのニコン F フォトミック FTN なんですけども、とりあえずシャッタースピードをね、計測してみました。で、250はね、まあ、ニコン F2 フォトミック、この間ね、仕入れたやつと同じぐらい。で、500分の1はね、470分の1ということで、まあ、そこそこなんですけどね、1000分の1が全く出ておりません。600いくつ、これはね、ちょっともう、マクソックとかの問題じゃないと思うんですね。500は、500からマクソックが影響してくるんですけど、テンション調整が影響してくるんですけど、500は正確なのに1000が合ってないということは、シャッター速度の制御部がなんかおかしいのかな。うん、で、制御部はね、僕ちょっともうそこまではできないんで、このカメラは当分は500分の1までで使って、ほんで最終的にはね、メンテナンスに出そうかなって考えてます。スローも粘ってますしね。でね、その続きましてはね、ここんとこね、増やしたカメラ、ここんとこ増やしたカメラでね、修理が続々とね上がってる。ペンをね、オリンパスペンを6台まとめて買ったんですけど、まずこいつはね、修理と言っていい、まあ修理なのかな、シャッター、低速シャッターが粘ってたんですよね。で、もう30分の1ぐらいまでは切れるんですけど、それ以下はもう切れない状況になって、で、分解してね、スローガバナーを清掃しようと思ったんですけど、もうね、この化粧板がね、全然取れないんですよ。なんか接着してあるかなんかで、ね、取れないんで、もういいや、やけくそだと思って、レンズを外して、で、シャッター膜からパーツクリーナーで洗いました。もうこれね、真似しちゃダメですよ。真似しちゃダメです。で、シャッター、何度も何度もね、パーツクリーナーで洗浄して、動くようになって、すでにフィルムを入れてます。レンズを外さないとね、レンズがパーツクリーナーでびしょびしょになっちゃうんで、レンズを外したらね、こいつピント調整をしなきゃいけないんですけど、マーキングでいけます。レンズの文字がこれね、なんていうんですか、この文字が入ったやつがね、レンズと一緒に外れて、前玉と一緒に外れてくるんで、それでね、大体マーキングでね、ピントの位置が分かるんで、これうまくいってると思いますね。ちゃんと使えるようになりました。でね、まあ、ツイッターとかではね、散々つぶやいてますけども、このね、ペンの EE2、こちらもね、6台のうちの1台ですけど、これはもうね、完璧に動くようになってます。内部がね、ちょっとおかしくなってて、多分ね、前回分解した人が間違って組んでますね、こいつはね。僕が分解して組むことによってうまく動くようになりました。で、こいつね、こいつは修理を断念しました。理由はね、セレンが死んでます。セレンが全く動いてないです。で、スローシャッターで使うぐらいにはできそうですが、あんまりね、そのペン EE はやっぱりね、セレンを使ったプログラムシャッターがね、利点なんでね、こいつはね、もうレンズのドナーとかになっていくかもしれないですね。で、前回の動画でも説明したように、もうこいつはヘリコイドのネジがもうタッピング切らないとダメになってます。で、比較的ね、動いてる2台はまだ家にあります。だからペンはね、6台のうち、まあ、4台を救出できたということですね。4台で6000円だったら1台1500円か、ペンが1台1500円だったら安いですよ。まあ、今日ね、こんな感じでね、スタートしてますけど、実はこのカメラの紹介です。ね、これね、ニコマート EL、視聴者様から提供されたカメラになりますね。はい、それでは動画スタートしてまいります。
はい、今回紹介するねこのニコマート EL なんですけども、視聴者のね、ヤフーコング別名桃色山梨様から提供されました、ね、非常に調子がいい、見た目もねすごく綺麗ですしねかっこいいですねこのカメラね。このアイピースだけはねこれ僕がつけましたけど、このアイピースなかなかいいですよ。ラバーしてるねヤフオクで売ってました、総量込みで1000円ぐらいです、でレンズは以前から持っているね 50mmF2、オートニッコールですね、オートニッコールの、ニッコールエッジあニッコールエッジオートか、F2 です、このレンズなかなかいいですよ。でこのカメラなんですけども1972年に発売になったみたいですね。ニコン初の電子シャッターです。電子シャッターなんですけど電池がなくてもね90分の1固定でシャッターが切れます。で、AE ついてます。音感部にね、オートがあります。よっ、今オートに合わせてますね。これが絞り優先オートになりますね。だから絞りだけ、決定して、あとは、カメラにシャッター速度任せなんで、今例えば、F5.6 でこのくらいとこで切ると、はい、もうねシャッター今切れっぱなしになってますね。電源切ったから切れました、落ちましたけど、これがね、このフィルムのね巻き上げハンドルがね電源スイッチになります。でこっちにね電池のね、バッテリーチェックランプよつきますね。今ついてるでしょ、これがねバッテリーチェックボタンですね。で電池はどこに入ってるのかというと、電池がややこしいところに入ってるんですね。いいよ、まずね、レンズを外しまして、この横のレバーで、ほい、ミラーアップします。で、この底のね、ミラー室の底を開けるとね、中に電池が入ってるんですね。これね、電池ってね、これ、アルカリ電池なんでね、液漏れの危険があります。で、液漏れしてもね、分かりやすいところにね、電池ボックスがあったら、磨いたり作業してね、修復したりすることもね、重症じゃなかったらできるんですけど、これ、場所が悪すぎるんでね、このカメラをね、所有したらね、電池は抜いて保管するのをおすすめしますね。で、重さはね、そこそこにありますけどね、あんまり気にならないですね。で、操作性もいいです。非常にいいですね。普通、ニコマートはね、シャッタースピードがね、ダイヤルがこっちに行くんですけど、こいつはね、軍艦部にあってね、普通っぽいですしね。これね、ニコンって銘打ってもいいと思うんですけどね、ニコンはこの当時、フラッグシップ機以外はニコマートっていう名前つけたんですね。で、軍艦部のね、後ろにはね、ちゃっかりニコンって書いてありますけどね、ニコンのカメラであることに間違いはないです。でシャッターの音なんですけどね、やっぱねF とか F2 とかにね比べるとねだいぶ安っぽくなります。うん、ちょっとカチンってくるでしょ。これね、縦走りのねメカニカルシャッターになります。よいしょ、はい、ここ見えるかな、こんな感じですね。構造からしてね多分コパル製だと思います。はっきりコパル製って言ってる人は全然ネット上にいなくて、多分コパル製ってみんな言ってますね。もう構造的にねコパルのねのシャッターに、すごく似てます。でねこのニコマート EL なんですけどね、EL、ELW、EL2 とあるみたいですね。これがね、これは EL ですね。で ELW になるとねワインダー対応、ワインダーがつけれるようになるみたいですね。これが1976年に追加発売、このカメラが出て4年後ですね。で1977年になるとニコン EL2 になるんですね。これニコンになるんですね。でこれはもうねニコン EL2 は AI 方式になります。だからこのカニの爪がないんですね。このカメラはこのカニの爪がないと
レンズの情報を、カメラに伝達することができませんので注意です。ニコマート EL からニコン EL2 になると、AI のレンズだったらカニ目がなくても、カニ爪がなくても、レンズの情報をカメラに、送れるということになりますね。で、今回ね、このレンズをつけて、作例を撮ってきました。モノクロフィルムのね、なんだっけ、ウォルボUN54 だったかな、ドイツのフィルムでね、撮ってきてます。で、現像時間とかはね、概要欄に、説明欄に書いておきますんでね、これなかなかね、いいフィルムで、結構安いフィルムなんですけどね、まあ、コントラストちょっと高めでいい感じに撮れております。で、レンズなんですけどね、やっぱね、ニコンのレンズ、これバリバリに改造して、で、このレンズはね、比較的ね、背景ボケもうるさくないように見えますね。今表示してますけど、解像度はねもう抜群に高くて、50ミリオートニコルのね50ミリ F1.4 より上だと思いますね。この間ねその、これにニコンの F についてましたこのレンズですけど、このレンズはね 50mm の F1.4 なんですけど、だいたいねやっぱ上級のレンズということで 1.4 に憧れる人は多いと思うんですけど、描写はもしかしたら2の方がいいかもしれません。まあ見た目もねそんなに変わんないし、F2 の方が安いんでね、このレンズいいと思います。ちょっとカラーで撮ったことがないっていうか、カラーで一回このレンズで撮ったんですけど、服にフィルムを入れたまま洗濯してしまって、ちゃんと現像できてないです。なかなかないチャンス、カラーでなかなか撮るチャンスなかなかないのに、最悪のことを失敗をしてしまって、そのうちにまあカラーで撮ろうとも思ってますけどね。今日のね、カメラ紹介はこんな感じで、ちょっとね、発売時の値段とかがね、たどり着きませんでした。それとね、ヤフーオークションにまあ出てることは出てますし、メルカリとかも出てるんですけど、すごい気になるのがね、たくさん書いてあるんですけど、シャッター切れましたっていうね、説明をしてる人がすごく多いです。で、シャッター切れましたがその他は分かりません、ジャンクとか言ってね、これシャッターが切れるってもんで、ね、切れてメカニカルシャッターで90分の1固定かもしれないんで、通電してね、その電池を入れて通電しないと、全てのシャッター速度が使えるのは分からないんですね、このカメラ。そこは注意が必要です。だからめちゃくちゃ安いやつをギャンブルで買うか、ちゃんと動作確認したやつをまともな値段で買うか。というわけでね、このカメラをね、オークションとかで購入するのはね、非常に幅があります。で、おすすめはね、やっぱりね、ハードオフとか、僕が言ってるような骨董品屋さんとか、もしくは、中古カメラ店のジャンクコーナーとかで、4LR44 の電池を持って行って、実際に電池を入れてね、動作確認できる環境で買うのを僕はおすすめしますが、ギャンブル的な買い物をね、するんであったら別にまあいいんじゃないかなと思いますね。まあこんな感じです。すごくね、使いやすくていいですよ。ファインダーのね、ファインダーもすごく大きくてね、表示もね、シンプルでね、すごく扱いやすいカメラでした。本当にね、ヤフコング桃色山梨さん、ありがとうございました。で、今日の動画はこんな感じで、ここから先は、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、視聴者様の作品投稿のコーナーです。いつも通りね、5名の方の、作品を紹介してまいります。トップバッターはミッシェルさんから2枚。1枚目がね、タイトル桜を踏み越えて、リコー GR。2枚目がね、誰が買ったの？スパイダー。富士かな？これ、X プロ2、XF23mmF2.0RWR ということで、どちらもデジタル写真になりますね。で、1枚目なんですけどね、これ大胆な構図でね、女子高生の足が見えてて、魅力的な作品になってますね。桜の花びらがね、道路に散って、結構ね、この桜の花びらが散ってるね、写真僕も撮ろうとするけど、あんまりうまく撮れないんで、これなかなかいい作品だと思います。で、2枚目なんですけどね、これ面白い写真になりますね。何が面白いか
ってたね、スパイダーのね、これ38万円売約、売約済みって言ってね、これ割引で18万円なのかな、誰が買ったんだけど、僕それよりもね、あのこれ入りやすいって書いてあるのかな、これ入りやすいアウトレットって、これ入りやすいですかこれ。あのスパイダーマンこんなとこにいたら入りにくいような気がするんですけどね。あのちょっとネタ写真ということで、ね、面白い作品になってますね。はい、ミッシェルさんありがとうございます。次がね、クレイジーポップさんの作品2枚、1枚目が雨上がりの遊歩道だったかな、雨上がりの遊歩道。2枚目がね、年老いたベンチということで、カメラはね EOS7、 レンズがね EF50mm F1.8-2 になり、ネガをスキャナーでスキャンしたということですね。で1枚目、 こういう写真ものすごく好きで、僕が撮る写真も似たような感じの、写真は多いと思います。もうちょっと地面が派手に濡れてたら美味しかったですけど、まあそれはタイミング的にしょうがないから、これ結構いい写真だと思いますね。2枚目のね、年老いたベンチ、ベンチをね強調するんだけど、もう一工夫欲しかったですね。もう一工夫ね、ちょっと難しくはありますけど、ちょっとねこれ日の丸構図になってるんで、ちょっと構造をずらしただけでもちょっと面白かったかもしれないですけど、まあ難しいとこではありますね。感性が求められるところです。好みもありますけどね。はい、クレイジーポップさんありがとうございます。次はね、和賀さんの作品ですね。組写真、3枚組写真でね、タイトルはね野良猫ランド、ソニーアルファ700、100-200mm のズームですね。梅雨時で、光が弱いので被写体の可愛らしさに頼ってます。捨てられてしまった猫たちですが、みんなに可愛がられて過ごしていますよということで、本当にね、あのこれ捨て猫なのかって、結構ねあのガリガリとかじゃないように見えますね。捨て猫の中では幸せな猫たちですね。確かに光はないんですけど、まあ可愛らしいんでよしとしましょうか。まあしょうがない、色が出ないのはしょうがないですね、天候的にね。まあ時期が時期なんでね、しょうがないですね。はい、和賀さんありがとうございます。次はねフリーマンさんの作品で1枚、タイトルが光のトンネルということでね、リコー35デラックス、富岡光学製のレンズがついているだろうというオールドカメラで撮っておられますね。で富士の記録用100で撮られております。この写真なんですけど素晴らしいですね。これねモノクロではね絶対この写真は撮れないんですね。あのモノクロだとね色は一つしかないんでぐちゃぐちゃな写真になるんですけど、カラー写真のね利点をうまく使ってね、あの奥行きのあるね素晴らしい写真になっております。ベテランの匂いをプンプン感じますね。光の使い方うまいですね。はい、フリーマンさんありがとうございます。次はねサムライジャパンさん、いつもありがとうございます。2枚、1枚目がね眩しすぎて初夏、ペンタックス K01、SMC ペンタックス M50mmF1.7 使用、2枚目がね滝壺ノーファインダー、オリンパストリップ35、富士カラーネガから100しようということですね。写真なんですけどね、これ、1枚目はね、ちょっと、まあ、オールドレンズらしくね、フレアがちょっと広がってるんですけど、多分それを狙ったものだと思うんですね。もうとにかくね、光で遊んでますね、サムライジャパンさんね。もう、趣深い写真になってます。で、2枚目はね、もう見りゃわかるんですけど、滝が怖いんで、恐る恐るカメラを伸ばして、下を撮ったんですね。ノーファインダーっていうタイトルからもそうですけど、先生中晴れてた時に滝のギリギリ真上からノーファインダーで一か八かで撮りました。ちょうど昼に撮ったので太陽が真上でコントラストが高めに撮れたかもですということで、その通りでねコントラストが非常に高いね、光もたくさんあってものすごい素晴らしい写真になっております。でねタイトル画面変わったばっかのとこなんですけど、このサムライジャパンさんのね滝壺ノーファインダーとあのフリーマンさんのね光のトンネルで非常に悩みました。ものすごく悩んで、フリーマンさんの、光のトンネルを次回からのタイトル画面にいたします。はい、力作がね続いております。別に力作じゃなくてもいいですよ。面白い写真とかでもいいですし、
作品トークのコーナーね、どんどん送ってくださいね。結構盛り上がってきてはおりますね。動画の本数増えてるけど途切れずに行ってますもんね。今もね、待機者が3名ほど出ております。はい、作品トークのコーナーはここまで、次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今回はね、ガメラさんのおめる俺のカメラのコーナー、ガメラさん前回ね、写真を送っていただいたカメラ、それを撮ったカメラの、写真を送っていただきました。先日の動画の視聴者投稿コーナーで、メタリックシティを撮影した旧ソ連カメラです。視聴者投稿のコーナーのタイトル画像に採用していただきは嬉しく思っています。そこで厚かましくも俺のカメラコーナーでもタイトル画像に採用いただければ、たとえ1回でもダブルタイトル獲得できないかなってよろしくお願いいたしますということなんですけどね。この写真なんですけどね、これうまいです。あのね、結構武骨なカメラですよね。でソ連製ということで、でそれをね、後ろにね迷彩服を敷いて、下に迷彩服を敷いて撮ってるんですよ。これね、狙いズバリ当たってると思いますね。これ素晴らしい作品です。カメラもこれすごいですね。ほんとね、なんか戦車を作るようなノリで作られてるんじゃないかって、なんかリベット打ってあってすごいカメラですねこれ。僕も使ってみたいですね。結構映りいいですよね。シャッター速度はどうやら200分の1までしかないみたいですけどね。目測ピント合わせ式っぽいね。はい、秋先生目測ピント合わせって言ってたな。そんなわけでね、このガメラさんの、目論見は見事に当たりまして、次回からこの、ガメラさんの、画面を、写真をタイトル代わりにいたします。これなかなかでした。この武骨さとね、迷彩色の服が合ってますね。写真はね、イメージをね、うまいことコントロールするのも、大事ですね。よくわかります。はい、でね、今回の動画は、今日の動画はここまでになります。で次回は、このカメラを紹介していくことになると思います。最近ね、ペン付いてますけどね、このカメラですね。このカメラね、勝高様からね、いただいたカメラになってまして、いただいた時はもうね、壊れてるからあげるわっていうね、直せるなら直してっていうノリだったんですよ。で、巻き上げてもね、巻き上げても巻き上げても延々に巻き上げれる、無限巻き上げ地獄っていうね、このオリンパスのね、ペンはね、このペンのね、D とか、ペン、このペンとかね、ペン S ですか、これがね、無限巻き上げ地獄にね、陥りやすいらしいんですけど、陥ってました。で、見事に修理して、写真撮ったんですけど、今度光線漏れがあって、で、もう一遍ね、撮り直して、対策をして撮り直してね、もう意地だね。で、結構ね、写りいいですよ。これ素晴らしいです。本当に試し撮りでね、短いフィルムで撮りましたから、あまりのフィルムで撮ったんですよ。フィルム動画で、フィルム作ってね、5枚撮りっていうのができたんで、それで撮影したんで、大した作例はないですけど、写りはいいです。はい、それでね、来週ペン D の、紹介になっていくと思います。前回の動画ね、非常に大当たりしてね、大当たりしたんですけど、チャンネル登録者が増えませんでした。意味がわからない。チャンネル登録者ね、どんどん増やしていきたいと思ってますんでね、この辺にね、チャンネル登録ボタン出ていきますんで、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。でね、動画への高評価、コメント、こちらがね、非常に重要になっておりますんで、ぜひぜひ高評価、お暇な方はコメントもお願いしますね。で、僕の動画をね、最近見に来た、あんまり動画見てないやっていう人は、私の動画のね、再生リストからね、再生リストから古い動画にアクセスしやすくなってますんで、そちらからね、昔の動画もね、楽しんでいただけたと思います。比較的ね、1本の動画が、僕の動画長いんですけどもね、まあこんなやつが1人ぐらいいてもいいでしょう。短くまとめるのが苦手なだけで喋り好きなんで、そんなわけでね、次回の動画またお待ちくださいませ。昨日かな、ライブがあったんですけど、これライブの実は前日に撮影してるんですけどね。はい、また次の動画まで、しばらくお待ちください。ごきげんよう、さよなら。